キャブ調整には吸入空気量を測るシンクロメーターが必要不可欠。よほどの熟練者でもない限り音や勘で調整することは難しい。はい、じゃあいよいよ原車にキャブレターがついた状態でセッティングに入ってみましょう。新しいインシュレーターをつけて、キャブレターを装着してあります。インシュレーターからのエア漏れとかありますとキャブレターのセッティングにならないんで、これ十分に気密性を保つように均等に締めていただいて、きちっとキャブレター取り付けてください。先ほどの、キャブレターの組み付けの際のフュエルフィルターの部分ですね、この部分の増し締めもしっかりしてください。あと実際にキャブレターにフュエルライムが取り付いている部分、あとホースですね、これもきちっとついていることを確認しておきましょう。あとできることであれば、突然のオーバーフローとかで火災を発生したりするケースがたまにあると聞いておりますので、できれば、身近に消火器を用意していただいて作業に入ることがいいかと思います。エンジンを始動する前に、スロットルを全開にしてみましょう。全開状態になっているか、また戻した時に確実にリターンスプリングによって前編になっているか、この2点は確認しておかないと、エンジンかけた時に急にエンジンの回転が上がってエンジントラブルを起こしてしまうというケースもあるので十分気をつけてください。それでは、キャブレターがエンジンに装着された状態で油面の確認する作業をしてみます。まずジェットカバーを取り外します。メインジェットを取り外します。ホルダーごとですね、ホルダーごと抜いてしまって、抜いた状態でイグニッションスイッチをオンにして、フューエルポンプを作動させるんですが、この段階で機械式のポンプを装着されている車はこの状態でかかることはできないんでごめんなさい。まずイグニッションスイッチをオンにします。ポンプの音が安定した状態で、次の作業に入ります。一度イグニッションスイッチをオフにします。先ほど取り外しました、メインジェットのホルダー部分から、SST で油面を測ってみます。およそ28ミリ前後ですので、今29ミリぐらいになっているので適正値と判断してこのままの油面で調整してみたいと思います。SST を使わない方法としてノイズを利用して、デプスで液面までを測っていきます。ゆっくりデプスを下げていって液面と接触した瞬間の数値を読み取ります。この数値も約28ミリになっていますので、これで、エンジンを始動してみたいと思います。はい、アイドルミクスチャーコントロールを、スクリューをですねいっぱいに軽く締めた状態から1回転半4分の3このぐらいですね、1回転と4分の3回転ぐらい、このぐらいの数字から始めてみましょう。1回転半4分の3、1回転4分の3、すべてのスクリューを約1回転と4分の3戻しました。じゃあエンジンをかけてみましょう。エンジンをかけたらすぐに1000回転近辺の 回転を維持できるぐらいアイドル調整スクリューを調整してください。
この時にですね、フロント側のキャブとリア側のキャブからボコボコ音がするような感じに聞こえる場合が多いかと思うんですけど、これがほとんど前側と後ろ側のキャブレターのバランスの悪い状態ですね。エアフローメーターを使ってバランス調整をしてみます。リア側の数値が今6です。フロント側のキャブレターの数値が4、前側のキャブレターの方が空いてませんので前側のキャブレターを少し開けていきます。徐々にエンジンの振動が減って滑らかになると思うんですけれども、それに伴ってエンジンの回転も上がっていきます。またアイドル調整スクリューをコントロールして1000回転前後を維持できるように少し下げてみます。リア側が、エアフローメーターの数値で5、フロントも今5ですね。回路がおよそ揃ったということで、アイドリング状態のガス調整をしてみます。1番のミクスチャーコントロールスクリューを、先ほど1回転4分の3、緩めた状態から、一度前閉状態まで締めてみます。アイドリングが落ち込んで1番が爆発をしていない状態ですね。今720回転ぐらいまで下がったりしてますよね。少しずつ開けてってみます。半回転です。1回転しました。爆発が始まって回転が今1080、50、1000回転ちょっと1100ぐらいまで上がってきましたね。もう少し開けてみます。約これで1回転半空いています。これを2番もやってみます。まず閉めます。半回転、1回転、爆発始めました。1回転15分、1回転半ぐらいでセットしてみましょう。3番です。前閉になりました。先ほどよりも落ち込みが少ないのは1番2番の爆発が適正になったからだと思うんですけれども、また開けてみます。電動ファンがちょっと回っちゃいましたね。ただ調整中に電動ファンが回ったり、切れたりするのってもうしょうがないんで、その分でいくらかアイドリングが下がったりすることも考慮しながら調整してみてください。じゃあ4番です。前提です。半回転、1回転、1回転10分15分20分、1回転半、1回転半前後ぐらいですね。サイドエアフレームメーターで回路バランスを見てみますね。約数値が5、これで揃ってると思います。なかなか4つ全てがきれいに揃うとなると、エンジンのコンディションがきちっとした状態じゃないと揃わないんですよね。まあ平気、大体1番の、前側のキャブレターの1番2番の平均値、3番4番の平均値ぐらいでバランス調整をしてみるといいと思います。アイドリングはとりあえず1000回転弱ぐらいのところで決めてみましょう。
のプラグは正常、右のプラグはかぶりすぎで電極が真っ黒。ジェットセッティングを含めてのキャブ調整ではプラグがかぶってしまっては意味がない。だからなるべく自己清浄作用の強い熱可の低いプラグでセッティングを行う。セッティング後は自分の走りのスタイルに合わせて熱可を上げていこう。これで取り外したキャブレターをオーバーホールし、取り付け、その後やるべき簡単な調整が終わったわけですけれども、これからは実際の走行による、メインジェット、エアジェットの、セッティングになってくるかなと思います。もちろん5番のプラグのままでは無理です。6番、7番という熱荷を上げていったプラグを使い、なおかつ高回転域での、濃すぎてフィーリングが悪くて回転が伸びていかないなみたいな症状の時、ある程度こうメインジェットの番手を下げていって試してみる、もしくはそのエアジェットをより大きなものを使って薄いガスを作ってみるという方法なんですけれども、2つの場所をできるだけ同時にいじらないようにテストしていくことがいいかと思います。いろいろな組み合わせがありますので、皆さんいいセッティングを楽しんでください。